大阪芸術大学テレビチャンネルをご覧の皆様、フォーリーアーティストの渡辺正文です。舞台芸術学科舞台音響効果コース出身です。学籍番号に S02 とついておりました。現在フォーリーアーティストという仕事をやっております。フォーリーっていうのは聞きなじみないかと思うんですけども、音の声優さんみたいな感じで、キャラクターに対して足音や絹ずれ、あと人が触れる物の音とかを、アフレコ映像を見ながらアフレコをしていくお仕事です。ただ単に音を取るんではなく、お芝居の乗っかった音を映像に吹き込んでいくので、声優さんと同じ気持ちで仕事をしております。これから、僕がやっていきたいのはですね、ジャパニメーションのフォーリーアーティストといって、アニメーションに効果音をつけて、しかもそれが日本のアニメーションなので、世界とはちょっと作り方が違う。日本のアニメってちょっと独特な音をしてるでしょ。ハリウッドが作ったリアルなアニメーションと比べてちょっと誇張された音がついたり、リアルなアニメでも実写の映画よりは誇張されて音がついてたり、そういう音をもうどんどん世界に発信していって、日本ならではのブランドっていうのを築き上げていけたらと思っております。それを地元香川県でどんどん作っていってですね、世界に負けないスタジオを香川県に作って、日本のアニメーションの半分以上、なんなら全部を、実は香川県で音をつけてますっていう風になりたいです。ラジオ大阪で毎週月曜日20時30分から放送中の大阪芸大スカイキャンパス、ぜひお聞きください。こんばんは、大阪芸術大学の塚本です。こんばんは、田中光俊です。渡辺さん、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。あっという間ですね、4週目ね、はい、ね、面白いですね、音はね、フォーリーアーティスト、うん、先週の最後にフォーリー今そこまでは音響効果屋さんというかね、はいはい、音響効果屋さんで実際に最後作って、作り込みまでやらなかったんですよね。そう、仕上げまで仕上げをやって、そのなんだ、仕事を依頼してくれた人と打ち合わせもしなきゃあかんので、うん、東京にも行かなあかん、はい、うんうん、で今のフォーリーアーティストだと効果音だけつけて、それを東京のその音響効果の方に投げればもうそれで終わりという仕事なんですね、はい、でだけどすごいですよそれって。ね、もうだってないんですもんね、そういうできてるでしょうかね。ないですよ、日本映画界では撮影所の中にありますけど、フォーリースタジオとか、うん、フォーリーの効果マンは、うん、ただやっぱり渡辺さんのようにこうやってやっている方、うん、フォーリーだけで、うん、香川ですよね、はい、にスタジオがあって、うん、音つけてそのまま送ってくる人なんて僕初めて本当初めて、はい、でもうルーカスフィルム、ジョージ・ルーカスっていう方がサンフランシスコでルーカスフィルムっていうのがあって、うんうん、ハリウッドではなくてそこにルーカスランチっていうのを作って、うんうん、もう一大撮影所を作って、その中にフォーリースタジオっていうのを作られてですね、そこでフォーリーアーティストがいらっしゃるっていうのは、うんうん、僕も仕事をさせていただいて一度何日間か一緒にやらせていただいたことありましたけど、うん、日本にこんな人がいるのかっていう、うん、すごいことですよ。ハリウッドばりな感じでやってるところですよね。本当でしょう。そうなんですよね、はあ、でそのフォーリーアーティストなかなか慣れないし日本の業態にはなかったのに、はい、うん、で音響でやってはったところに、はい、なんか東京の知り合いの会社で、はい、その音響さんがいなくな急にいなくなったから、フォーリーだけで仕事やってくれっていうのが来たんですよね。そうです、フォーリーをやってた担当がいなくなっちゃったので、うん、まあ、すぐに用意しなきゃいけないってなった時にみんな忙しいので、うん、でも渡辺ちょっと暇だと思うからっていうので、うん、あとはまあ信頼もあって仕事いただいたので、まあ、それで無事納品したら、もうこのワンクール終わるまでお願いしますって言っていただきました、うん、でそれが初のフォーリーだけの仕事の依頼が来たんですよね。そうそうです、しかも会ったこともない音響効果さんの仕事をやらせていただくっていう、もう、うん、どこに向かってつけていいかもわからない状態でやりましたね。なるほどね、それででも、はい、バッチリ成功して、そうですね、こうフォーリーの仕事だけで、はい、もういけるんじゃないかって思うのは そっからなんですか。まだ全然思ってなくて、まあ、たまにこうやってフォーリーの仕事だけできたらいいなと思って、うん、憧れてる方でもあったんですよ、うん、
結構トップランナーとしてやってらっしゃるなと思ってたので、まあ、たまにこうやってできたら幸せだなと思って、で自分の音響効果もちゃんとやりながらって思ってたんですけど、あのその方からどんどん仕事が来て、でそれを聞きつけた今度独立するっていう音響効果さんからコンタクトがあり、自分が独立した時にはフォーリーお願いしますっていうふうに頼まれ、あの依頼が来たんですね、うん、っていうのもフォーリースタジオっていうその箱物を都内に作ろうと思うと、うんうん、あのかなりコストがかかるんですけど、うんうん、フォーリーの効果音全体の編集でしたら、まあ、部屋でできてしまうのでそんなにコストがかからないんですね、うんうん、なのでフォーリーが一番のネックなんですよ、うん、で、あのそれをじゃあお願いしますっていう方がまた一人増えて、うんうん、でもうその方の仕事も全部うちがやるっていう風になって、でまたそれを聞きつけた他の人があの独立した時にうちにフォーリーの仕事を頼みますっていう風にして、あのっていうのもでそれで僕はどんどんこうフォーリーの仕事が溜まっていって、で売れてる方から仕事が来るので、売れてる方っていうのは基本的にあの長期スパンで仕事が埋まってるんですね、うん、なので依頼が来るのがめちゃくちゃ先の依頼が来るんです。いやだけど僕が見たフォーリースタジオっていうのは、はい、ハリトのフォーリースタジオってコンクリートでできた、はい、本当にそういう意味では無音状態になる、はい、もう本当そういう意味で音響的に言うと、はい、もう本当に完璧な形でこうできてるわけです。あ、そうですね。どうされたんですか、香川でそれを。いや香川でそうですね、あの本当に僕は最初手作り の6畳ほどのフォーリースタジオでやってたんです。でそれでもできてしまう仕事もいっぱいあったので、うんうん、まあ、それをやってる間に、まあ、その6畳のフォーリースタジオで仕事を、音響効果さんから仕事を受けてたんですけど、あの、まあ、それをやっていくうちにあのもう規模も大きくなってきたので法人化しようと思って、法人化して、で社員も雇って、でもフォーリースタジオがあるのが実家の納屋の中なので、うん、社員が出入りするにはちょっと向こうも気使うだろうと思ってた矢先に、香川であの空きスタジオがあるっていう情報が手に入って、であの早く入らないともう解体してしまうらしいって言って、でもうすぐにその空きスタジオに音楽録音スタジオがあったので、そこにもう滑り込みで入って、でそこの内装を、その床をあの木だったのをコンクリートに変えたりとかしてフォーリースタジオに変えたんです。偶然にもです。すっごいタイミング でこれは僕はいつかスタジオ欲しいっていろんな人に夢を語ってたんですよ、うん、で僕じゃキャッチすることができなかったチャンスを、僕が語ったのを聞いてた人がキャッチしてくれて僕に投げてくれたんですよ。それが、まあ、僕あの夢の叶え方だなというふうには思ってて、もう自分では手に入れられないものをいろんな人にキャッチしてもらうっていうことが、まあ、その時できた。言霊ですね。言霊ですね。うん、本当に、まあ、それで仕事をどんどん受けていくと、僕はその売れてる人は先々スケジュールが決まって、うん、で僕はその売れてないので、あの誰もやる当てがない仕事が来るので最後の方に来るんですよね。そうするとあのフォーリーの仕事の方がどんどん埋まっていって、僕はあの音響効果の仕事を受けれなくなっちゃって、であの依頼が来るけど、いや埋まってましてって言ったら、まあ、半ば干されたみたいな状態で、うん、あのもう音響効果自然消滅でフォーリーアーティストの仕事が残ったので、あれこれはもう音響効果は引退と思って、フォーリーアーティストって名乗っていいんじゃないか、うん、誰も文句は言わないだろうと思って名乗り始めました、うん、へえ、ね、それはいつ頃なんですか。それが2018年か19年あたりです。4年、ね、はい、でコロナ入る前ぐらいですけど、そのスタジオ、新しいスタジオを作ったあたりに会社化もしてるんですね。会社作ったんですね。はい、法人化もしてます。会社は何ていう名前なんですか。株式会社エヴァンスという会社です。お、はい、で どうですか。そういう意味ではフォーリーっていう仕事へ、はい、日本では馴染みのない仕事だけれども、はい、ある種特化してビジネスとしてやるっていうことを決めたわけですよね。はい、決めました。でもう今は4年から足掛けでいうと5年ぐらいになっていく中で、もちろんクロスオーバーがあるので、もっと前からフォーリーはやってるんですけども、はい、どうなんですか手応えとして。これがですね、はい、うまくハマったんですよね。本当に僕あの本当苦労知らずなのか、まあ、苦労はしてるんですけど、なんかいいタイミングで物事がうまく働くというか、うんうん、あのフォーリーアーティストですって言うと、やっぱりこうやって今もねおっしゃっていただいたように、うん、日本で見たことがないって言っていただく、うん、プラス四国の香川県でやってる何者みたいな風になって、うんうん、
気になるっていう現象が起きたんですよ。そうですね。で僕も発信を加速させてた頃なので、うん、さらに気になるってなって、で僕あの結構フットワーク軽いので、あのいろんな会社さんとかにあの遊びに行ったりするんですよね。案件の相談とか何もなく、営業でもなく、ちょっと遊びに行っていいですかみたいな感じで行って話したりとか、あと、勉強会とかあの懇親会とか、まあ、そういうとこに行ってあの話したら、あ知ってますよ、ツイッターやってるあの四国の渡辺さんでしょみたいな話になって、あそうそう僕なんですって言って、いや会いたいと思ってたんですよっていう、なんかこう何とも言えないなんかファン作りみたいなのができて、で面白そうだからっていうので、まあ、お仕事の依頼をいただいたりとかして、でまあこっちはちゃんとしたクオリティでお返しするっていうだけのことなんですけど、うん、まあ、それであの今のスタイルが出来上がっていった感じですね。うん、やっぱその高松だからこそこの広い空間で作れたり、ね、音もたくさんあるし、そうなんですよ、その地元の利みたいな都会にはないものいっぱいありますもんね。一番はやっぱり人のご縁が大きくて、なんか、まあ、物をくれたりとか、あのこれ捨てるけどいい音しそうだからあげるとか、うん、ランドセルいるとか、うん、中学校のバッグいるとか、机とかこれもしかしているって言われてあ行きますって言って取りに行くっていうのはなかなか東京じゃ難しいかなと。なるほど、音作りのための道具、ね、そうですそうです。ただやっぱりそういうこう成功してるっていうことは僕の周りにも日本中で数人編集マンだったり、うんうん、はい、そういうこう作曲家だったり、はい、もちろん俳優さんだったり成功してローカルというか地方でこうそういうふうに自分のアトリエを持ってやっている方っている。やっぱりその人たちの一番信頼できるところっていうのは、うん、仕事をちゃんと一流の仕事をやって返してくれるっていうか。そうですね、もうそれは商品なのでもうそこは絶対ですね。だからそこを絶やさずというか、はい、本当そこをやってるんですよね、うん、どうなんですか、相手の顔見えなかったり相手の音出した時にあこれ多分監督嫌いだろうなとか、はい、これこうだなっていう顔見えないわけじゃないですか。見えないですね。だからそういう意味で言うと最高の音を作って、はい、その音をもう投げる、はいっていうか、そうです。自信を持って投げるっていうことをするわけじゃないですか。まあ、不安に思いながらだいぶ投げてはいるんですけどあの結果的にまたお仕事をいただけてるっていうところに自信は持ってて、ね、なるほど。あのこの前納品したものがいろいろもっと時間があればって思いながら納品するんですけど、うん、あのまた次仕事をいただけるっていうのが、まあ、そこが自信ですね。はい、その30分アニメとかで何個ぐらい音つけるんですか。いや数えたことないんですけどね、うん、何百こってついてると思うんです、うん、千とか何百何千でしょうね、何千、まあ、効果音全体で言うともう何千ってついてると思うんですけど、映画とかだったら、いやいやもう何万とかですかね、数えたことがないですね。でそれはなんか向こう指示があってつけるんですか。いやあの、まあ、指示もあるんですけど、あの指示があるのはまあ全体の方向性あのとか、うん、あのその例えばアニメでもちょっと実写寄りな音にナチュラルな音にしてほしいとか誇張した音の方面で行ってほしいっていう全体の方向とかはいただくんですけど、あの細かくどこにどうか言われるのはもう本当に絶対の 0.1% あっていい方、あとはもうお任せですね。初めて見るんですかその映像みたいなのは。なんかあるんですかイメージみたいなのは。初めて、まあ大体映像が届いて絵コンテとか設定資料とか見ながら、あなるほどなるほどこういうことがしたいのかって思いながらやっていって、それをあんまりこういうことがしたいんですかとは聞くことはなくて、あの大体あの自分なりにあの解釈してつけて、それを納品してまあ気に入った方は続いて、多分気に入らなかった方はまた他に行ってるっていう感じかなと思います。フォーリーアーティストめちゃめちゃ大事じゃないですかそうですね、作品決めるぐらいの大きさですね。いやそうですね、それを気づかれないようにつけていくのが僕らの仕事です。ただ今比重としては要するに実写と日本の場合にはアニメ、はい、やっぱアニメが非常に多いわけですか。そうですね、うちに来る仕事のほとんどはもう 99% アニメですね、うんうん、アニメの音特に日本のアニメって独特のこう世界観だとかそういうものがあるって、世界から見てもそういうところがあると思うんだけど、はい、やっぱそういうことっていうのはちゃんとこう考えながら、はい、っていうか自分の世界観みたいなのを持ってやられてるっていうことですか。そうですね、なんかこれ言うとなんかアーティスティックすぎてちょっと気持ち悪いんですけど、まあ、絵を見たらなんとなくその音がするっていうのは、まあ、それは子供のとこ
から一緒なのかもしれないんですけど、それの解像度が上がってて、なんか、うん、やっぱり僕はじゃあハリウッド映画のあのフル CG のようなアニメーションをもらったら、まあちょっと彼らような音になるんだろうなと思うので、まあ、ジャパニメーションはジャパニメーションであの絵からなってくるような音があるので、まあ、僕はもう本当にそれに従ってつけてるだけで、それ以上うまく語れるちょっと今言葉がないんですよね、うん、完全に職人ですね、うん、物を見たら音が分かるっていう、うん、イメージがつく、イメージがつくんですね。そうなんですよ、説明するのが今の僕の課題ですね。いや別に説明せんでいいんじゃないですか。この音とか、 水の僕ペットボトル持ってますけど、はい、この音あるんですよね。そうな、こうなってほしいっていう音があって、実際どうなってるかは全然、あ、これ どうなってほしいんですか。どうなってほしい、まあそうですね、 まずなってほしい音となってほしくない音があって、今のこの状況だとパキパキした音はなってほしくないんです。本当は持つとちょっとはパキって言うんですけど、なるほどなるほど、そうじゃなく中の水の音がなるべくとろみがある状態で出したいなと思って、なるほど、っていうのも今こう和気あいあいとしてる状態なので、そこになんかあんまり冷たい音は出したくないんですよ、うん、心地いいですよね、やっぱりその中の音だけの方がね、うん、それが硬くならないようにはしたいなって思います。めちゃめちゃプロですね。それはそうなんですけど、だから多分その渡辺さんのつけた日本のアニメーションを世界の方々が見て、そして今度世界の作り手が今度は日本の香川にいるそのフォーリーアーティストにこう仕事を発注するっていうことになっていくわけですよね。その流れを今作りたいと思って頑張って発信してるところです、ね、なるほど。ハリウッド進出を、ハリウッド進出とは考えてないです。なんかハリウッドの真似はするつもりはもうなくてですね、うんうん、あのジャパニメーション風な音作りっていうのを、うん、あの買っていただく、 あっちはあっち、こっちはこっち、なるほどなるほど、それぞれの世界一になれたらいいなと思ってますね。なるほど、はい、ありがとうございます。いや、あれだ、そういうことなんです、はい、そろそろ、はい、お時間になったんですけども、はい、あの最後に渡辺さんが大沢芸大に行ってよかったことは何でしょうか。本当に言っていいのか分かんないですけど、あの変な人がいっぱいいるんですね。あの何かが外れた人たちがいっぱいいて、でもそれがみんな真剣に変態なことをやってるんですよ。だからそれをやっぱりやれる環境、やっていいんだって思える環境が一番重要かなと思ってます。あの例えば英語とかでも、あの日本の英語の授業で流暢に英語を喋ったらちょっと笑われたりするじゃないですか、鼻で笑われてるとか。でも英語ばっかり話してる人の中で下手な英語喋っても別に笑われないんですよね。それと一緒でやっぱり同じ方向、同じ熱量を持った人たちの中でいると、ちょっとしたことが恥ずかしくないっていうのが僕は一番だったかなと思います、大阪芸大にいて、うん、なるほど、うん、なんならちょっと自分の変態さが足りないなって悩むぐらい変な人たちがいっぱいいたんで、はい、まあ大声出しててもね、なんか撮影してるのかなって終わりますもんね。そうなんですよ、まあ、実際撮影してるんですけどね、いやなんか亀に紐つけて散歩してる人とかいたりとかして、それはあの学校内じゃなく駅前で見たんですけど、 なんだこの人と思ってとか、はい、ありがとうございます。では現役の大学、大阪芸大生をはじめ今夢を目指している方にメッセージをいただきたいんですが、あのすごい恵まれてる環境だと思うんですよ今。あのその道を目指してる変な人たちがいっぱいいる中で、あのそういう他の学科とかの人と話をしてみたりとか、あの外に出たらなかなか会えない人が集合しているので、とにかく、いろんな人と何かをやってみるってことが僕は大切だと思いましたし、僕がそれをやってたので良かったんですけど、逆につまずいてる人たちを見るとそのコミュニケーションで結構困ってるアーティストさんとかが多いなと思ってるんですね。やっぱり食っていくのには誰かの案件をこなすっていうのが一番最短だと思うんですよ。その後に自分のアートをやるのはいいと思うんですけど、やっぱりあの自分のアートが認められるまでにあの食いつないでいかなきゃいけないので、そこはコミュニケーションだと思うので、まあ、そこをあの怠りがちになっちゃうんですけど、やっぱアートを目指してる人は、うん、そこをせっかくいろんな人がいるので、あの横のつながり、多学科のつながりとか、あと学校外の人とかとコミュニケーションを取ることが僕はもう本当に今皆さんにやってほしいことだなと思います。ありがとうございます。渡辺さん、4週にわたって本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。